が来ておりますのは、チームまるちゃんが来ておりますのは、11月4日にアイリスが12周年ライブを開催する、はい、ピアアリーナ MM でございます。来てしまいましたよ。ちょっと今日はせっかくなんで、はい、どれだけすごい会場なのか下見していきたいんですけど、ね、ちょっと私たち、ね、ちょっとチームワークいいからさ、5人で来たかったんですけど、そうなんですよ。ちょっとあの空見スマイルのお仕事をしてるらしくて、空見がね、ちょうど空見のお仕事ということで、はい、うん、ちょっとここで、ね、こんな感じで一緒に連れて行きたいと思います。ダーラがセンター。ちょっとオタクみたいなことやっていい？ゆっぷり。あ、いいよ。ソラミピアリーナだよ。え、オタクって楽しい。みんな超えてるんでしょ？レッツゴー、レッツゴー。単独でここ立つ。開けられていいの？開ける？せーの。あ、開かない。だって木もね、持ち上げられたらよ。いけるでしょ。もう一回いく。あ、鍵が開いてなかった。なんだよ、ガチャってたよね、今ガチャってたよね、ガチャってたよね。じゃあ、重そうに開けよ。アリーナだよね。あの入り口めっちゃいっぱいあるやつ。だからあのうちらが初めてあのデビューした秋葉ポフマップさんより広い。ここ次がね、ここの時点でね。ここの時点でもう会場広い。この時点で、そう。いや、歴史を感じますね。本当だよ。あの時も楽しかったけど、ね、何倍になっちゃったんだろう。これどっから入る？どっから入ったら正解？いっぱいあるよ。てかこんだけさ細かに分かれてるってことはさ、うん、これだけ人数が来るってことは、そういうことですよ。あのやっぱね、混まないようにいろんな出口が。あるってことですよ。あ、皆さんお手洗いはあちらですね。はい、今日は今はちょっと特別権力使ってますけど、はい、実際フードとか、フードもね、きっと、はい、うん、ここでみんな並んだりとか、物販とかもね、ね、どこかしらで、君たちはトイレだよ。トイレは紹介しないのよ。フード、フーディースタンドだよ。待って、開いてるよ。開いてる。入る？ちょっと行きます。行っちゃう？行くよ。ちょ、あんま見ないでこ。ここ、ここ。うわ、え？でかっ。やっほー、やっほー、でかっ。やばー、え、でかっ。ちゃんとアリーナや。そしてめっちゃ声響くやん。久保田、アリーナだよ。やばいよ、何回まであんのこれ。え、すごっ。1、2、3、アリーナとここが3階スタンドかな。すごっ、すごいね。でも意外とこれあ、まだ1階か。ここは結構見やすいかも。え、ここ1階スタンドになるよね。うん、ね、今後方にあたりいるけど結構見やすいかも。うん、めちゃめちゃ奥行きあるっていうよりは、うん、丸って感じだからね。アリーナってさ、なんかすごい広いから、そうだね、場合によっては奥の方とか ね、ちっちゃってなるかもしれないけど、ここめっちゃ見やすい。え、ここめっちゃいいな、最低。ここここがいいな、私。いや、親じゃない、そこ。あ、親でも親だと思う。最高じゃん。1列166番。へぇ、ちょっとぐるっとしたいね。したいね。アリーナに来た。来たよ、アリーナー。これアンコールでしょ。アンコール、こっから出る。アリーナー、アリーナー、アリーナー、アリーナー。ほんと？アンコール、そうだ、ありがとう。でかー。マジ、もう運動場じゃん。超巨大運動場。ちょ、真ん中で叫びたい、アリーナーって。アリーナの中心で愛を叫ぶ。ねえ、分かってます皆さん、このデカさ。アイリスが立つらしいよ、ここ。やばい。300。おまなこの辺、どの辺じゃない。アリーナって叫んでいくよ。アリーナーなーにー。返事くれた。そうです、一般的に。どうしてるんだろう。だ
ってさ、もうあっちとかもう絶対見に行けないじゃん。なんか走りたいよね。走りたいよね。やっぱりさ、アイリスのライブは広いところでもみんなの近くに行くっていうコンセプトは武道館でもやってたし、うん、そうだよ。あの頃より少し遠くなった君をどころじゃないよ。めっちゃ遠くなってる。めっちゃ遠くなってるけど、はい、行きたい。やっぱり会いに行きたいよね。まだ何にもそのね、ステージのセットとか、うん、演出とか、ね、その辺は決めてないから、うん、でもやっぱ来た方がイメージ湧くね。こうしたいとかさ、うん、こうさもう全部埋まったとしたら本当にサイリウムシャワーだよね、うん、1万人ぐらいサイリウムシャワー浴びちゃう。1万人のサイリウムシャワーだよ。めっちゃ1万人ですよ。過去最大キャパですよ。そうだよ。すごくない？12年目にして。いや本当に、いやなんか嬉しい。うち、うん、アイドル人生でアリーナに立てるってなんか、うん、分かる。グッときちゃった。そうだよ。私はずっとアリーナを見てきたから。いや、アリーナって言いたかったもん、うん、アリーナが売れてるアイドルだって思ってた。本当にそう、本当にそう、本当にそう、うん、アリーナから上がそうアリーナ、ドームって来て、うんうん、アリーナホールも楽しいけど、うん、やっぱりアリーナって言いたいよね、うん、やっぱ前後左右欲しいもん。欲しい、うん、やば。踊ってみたりとかしますか。カメラさんここにいるってことはあなたの目線がこの辺ってことでしょ。うん、超いい席だよ。超いい席だよね。相当米粒なんてどうしよう。いや、もともと米粒だから大丈夫だよ。うるさい、うん、だってステージだよ。あーちっちゃい、もっとちっちゃい。こういう感じになっちゃう。いいよ、激しく、いつもの10倍100倍激しく踊っていいよ。 500% TikTokイエーイ。でっかい、でっかい LED が欲しくなりました。今のところみんなのところに会いに行きたい LED、はい、実現するかは分かりませんけど皆様がお声申し込んでくれたら。いや本当にそう。やっぱりこういう記念というか大きいライブだからこそ、うんうん、なんかあアリーナ、アイリスがアリーナ行ってみるかみたいな。分かる。ちょっとあ、アニス様でしか見たことないけど行ってみるかみたいな。そうなの。感じのノリで大きい会場になればなるほど行ってみようになるよ、ね、そう、うん、なんかちょっとお友達誘ってみようかなとか、うん、なんか一瞬だけでもね見たことあるぐらいの方が来てくれることを信じたい。そう、新規子さん、うん、今から関係なく、いや、ほんとそう虜にさせますね。ほんとにここ成功させれたら声優アイドルとしてはなかなかこうちゃんと歴史に名を刻めると思います。そうだよ、伝説の虹の乙女になっちゃう。そう、伝説の虹の乙女になりたいよな、うん、なりたい。なる。アリーナ行くよー。せーの、I love you、 セイリングシャー。待った待った。全然イメージつかない。アニ様ぐらいだもん、味わうの。アニ様、アニマックスの、うん、あの感覚だもんね。こんなにさ、入るのかな。入る。え、少々心配になってきたで。埋めないといけないんだよ。そうだよね。そう、お願いします。ちょっとこの今寂しさを覚えておいてください。いや、そう、埋めないといけないし、はい、会場は取ることできても埋めるっていうのがアイドルとかの難しさなので。そうですよ、はい、そうですよ。そこはね、はい、本当に皆さんの力が必要です。伝説に残りたいな、ね、一回スタンド？一回の側面は見やすかった。ね、側面見やすいね。一番でもなんかどの席にいてもちゃんと見える。一番上の階来たー。せーの、ふっ。なんかちゃんと分かりやすく描いてある。おー、高い。結構高いんだけど。めっちゃ高いよ。え、高っ。じゃあ、え、なんか落ちる。上の久保田さん側ですね。おー、高い。待って、でもここから見てて埋まってたらあ、このアイリスさん売れてますねってなる、うん、メジャーな人たちなんだなって思います、うん、なんかより上から見た方がなんか広さが分かる。マジでアニメフェスと同じ規模だよ。未来の先で未来のアイリスと向こう側みんな落ちないように気をつけてね。この辺高いから。リンクホルダーみんなの戦いだからね。見てる感じ。ほんとなんかすごい超高い。やばい、足すくむよ。すごい、うわぁ、うわぁ、震えるってなる。震える、震えない。じゃ
ンプしてとか煽るときこの辺の人ジャンプしちゃダメだ。ジャンプしないでこの辺はジャンプしないでってなって危ない。あそこに黒い幕があるじゃん、あれが例えば LED だとしたらあそこにうちらの曲バーンってでかくなったら結構見やすい、うん、てか遠く感じない、あんまりね、うん、いい会場だよね、球体っぽいから、ね、マジで丸、うん、MM ほんと MM ピアリーナマジで丸マジで、あの双眼鏡持ってきた方がいい。確かに絶対4階とか、うん、この辺は双眼鏡あったらより、うん、アイリスの踊ってる顔もねくって見れるし、ついに自分のライブに双眼鏡を参戦するくらいの希望感になりましたね。なりましたね。今も持ってきてる方もいる、いるけど、ね、きっといるけど。そう、あーい、すげー見える見える、ちっちゃ、意外と見える。でもみんなもあの左右前後あの迷惑にならない程度に最大限盛り上がった方がいいわ。いや、ほんとそうですよ、うちらも、まあ、1回しかないのこのライブが、たった1回どうしただけで1回しかない。なんかね、その1回にどれだけ、その1回で今後の未来が変わる、変わる、マジで本当にマジで変わる。トーン、さっきより1回下がった。すごい、わ懐かしい。オタク時代これくらいの時で見てた。さ、コロコが3階ね。3階のここは3階なんだ。3階、地上アリーナから数えて3階ね、うん、アリーナ2、3、4なんだね多分。そうね、表記的に。ここ何、広いら1列72、あ一列73、74おめでとうございますおめでとうございますこちらの席になった方、あ、感慨深いですね。感慨深いね、うん、カメラ回ってるからあんま出さないけどえ、さっきグッときた、グッときた、うん、なんか、あ、うちらがアリーナかみたいな。そっか、うち嬉しい、死ぬまでにアリーナワンマンで撮ってる、うん、死なないで、まだちょ、うん、なんかもっと、うん、自分の生涯の中でアリーナ立てたの嬉しいんだけど。そうだよね、キラチャレで受かってからずっと路上とかで歌ってたんだもんねそうだよ、やばいじゃん、何倍だよ北海道で。そうだよなあ、いろんなことしてはい、いろいろ絶望して絶望して東京出てきてでアリーナ立ってた。アリーナやばいね、うん、実感湧かないね。湧かない。いやまあ多分実感湧くのはステージ立った時じゃない。そうだ、そうね、そう、お客さんがやっぱ入って、うん、うん、で立った時の、うん、景色は本当にそれまで分からんから、まあ、武道館も全然違ったしね、お客さん入ってから、うん、そうね、武道館立った時のあの最初のワンダーのこうね、うん、出てくる時のあの熱量やばかったよね、うん、マジでアイドルできる会場あり、うん、いや本当になんかやれることが一気に増えるよね、うん、増える。神アイドルたちより前にうちらが先にピュアアリーナ来ちゃったよ。ごめんな、ゴッドアイドルだから埋めような、5人でな。そうだよ、空見、下見だよ、下見スマイルだよ下見スマイルやん下見スマイルなんか真逆、空見てるのに 下見てんだ下見スマイルかわいい、響く。もう一回やろうかな。ぽい。響く。可愛いことする人がいたんですよ。なーに。やっちまったな。可愛いことする人がいたんですよ。あ、また落とした。ゆきちゃん落とさないでね、絶対。絶対落とさないでね。やばい。フリ？絶対に。ダメだよ。床傷つけたら。ね。可愛い。可愛い。こういうのは本来リーダーがやるべきなんだろうな。まさか5人になってね。こう。いや、そうね。12年目でっていう。でうちら5人になった時にさ約束したじゃん、前より売れようねってそれはね、うん、だその面持ちでやんないとやってる意味ないから。そうなん、うん、そこでしぼまなくてよかった、うん、女性アイドルのピークは短いなんて言わせない、うん、でもやっぱ無理なんて言わせない。ロックオン12年経って、うん、でかいステージに立つっていう、うん、あんまり例がない、はい、うちらがみんな地道に頑張ってきたからですよ、うんうん、なんかそれはうちらが武道館立った時とまた違う実感がある気がするよね、うん、そうですね、楽しみ、うん、楽しもうもうファームだよ原点は間違いない、うん、こんな機会ないもん、
え、こんな機会ないのは困るのこんな機会今後ないのは困るんだけ ど, だけどこのやっぱさ目標叶えようとしている時期が人生で一番楽しいと思うのよ、うんうん、でなんか長いことやってるとそういうのがさ慣れてきてあんまりなくなってくるじゃん、うん、以前より刺激とかが、うん、それは人間として当たり前だと思うんだけど、うん、それを今12年目でまた超えようとしてる今この瞬間が本当だよね、めちゃめちゃ楽しもうもファームよくぞ本当に踏み切ってくれたよね、うん、本当だよアイススタッフ陣も信じてくれたんですよねー今日もやろう頑張ろう頑張ろうえ、なんかロリータやん誰神さんありでーすこれじゃん撮影中だと思うんですけども私たちどこにいると思いますか私は聞いた私も聞いた聞いた私も聞いた聞いたアリーナえあれ私もそうなんですよいいんですよそれでそうペアリーナ下見下見来てます来て、うん、せっかくだから会場を見せたいなと思ってこう、うん、今繋いでるんですけど、見せて今ねアリーナのステージ側にいるステージ側にいるねうんいきまーすせーのこんな感じでーすこんな感じでーすおーわーすごーいアリーナだいぶだいぶでかい相当でかいですスタンドだけで5500以上です、はいすげー頑張らねばですね売れっ子みたいすごいいやそうなんだよどこの席も見やすくてねほ、うんとうん、まあ、今動画で見るよりもだいぶ奥行きあるように見えるけど意外とこう円というかはい遠くは感じなかったうん、うん、席の人もね近く感じてもらいたいやつ、うん、そうそうそうね何かしらさ考えたいよね考えたいねいや高鳴ったよ実際に会場に来たらあアリーナ立つんやなと思ったよねえ言っとくアリーナって大丈夫アリーナって言っとく観戦席にアリーナちょっと反応なかったっすねごめん反応なかったっすすいませんあの本番はあると思うんで本番はあるね、はい、楽しみあるようにしましょう頑張ろう頑張って埋めよう埋めよう頑張ろうねみんな楽で思ってる楽で思ってるちょっと何言ってるか分かんない何言ってるか分かんなかった頑張ろうねって言いましたはいまあまあうちらが団結するタイミングがあるとしたら今だと思うその通り間違いない、はい、その通りだ、ね、その通りだ神アイドルも頑張っていや面白すぎて、うん、服が可愛すぎて面白いんだって、うん、プリプリもえー面白い、うん、じゃあすいません撮影中にありがとうバイ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 あごめん5人でここ見れるとしたらもう会場当日当日とかリハとかうんだと思う5人で立つのが楽しみになった通話してよりね、うん、楽しみなんかまだ実感ないかもね私正直この下見をしたけど、うん、そうねなんかふわふわしてる気持ち正直ある、うん、それで、うん、ステージ多分ねこれからいろいろあの、うん、宣伝とかで11月4日来てくださいとか動画をとかいっぱい撮ったりとか、うん、リハーサルしていざセットが組まれて、うん、衣装が来てみんなが入って多分直前になって出てきた時にねガッてくるよね、うん、そう初めて実感湧くと思うからみんなでやるフルエナジーが楽しみやなそうだね当分11月4日に向けて、うん、生き延びていきたいと思うので、うん皆さんもなんかそこに士気を持ってってほしいっていうか、はいうん、アイリスファンも本気で来てほしいっていう思いをいろんな人に宣伝してほしいし、うん、うちらもよりそういう思いで行くんでもう今こそファンとうちらの絆をより深めて一緒に盛り上げていきたいんで、はい、マジでよろしくお願いしますお願いします12年目の奇跡を見せてくれ以上アイリスでしたバイチュー